キャザミア祭り企画新企画祭りの Vlog 日本中いろんなところをこの祭り様がお散歩をしておすすめのスポットをね紹介していこうと思います。今回その第1弾京都にやってまいりました。イエーイ。動画はねこの用意したスマートフォンで撮っていくよ。はい、ということでね、まずはここ東福寺に今向かっておりますが、なんか2000本もみじがあるらしいので、あ、焼き餅だ、おいしそう、いいな焼き餅、10個なら食べれるかも。水天橋400円、たっか1人40円でいいでしょう。おー、綺麗ですね。いや、私のおかげなんだよみんな、このもみじ。あれ、ちょっと緑だぞ、やばいな。ちょっと緑はね、ちょっとサボってんのがバレちゃうからね。いやー混んでるなー、すんごい混んでる。いやー並ぶの疲れてきたなー、いつまで並べばいいんだよー。あー綺麗だ、ほら皆さん見てくださいよこれ。ちょっと下の方緑だなみんな見える？あれあれあれが例の400円取って見に行く通天橋ですよ。これですよ皆さん、見せたかったのが東福寺のもみじ2000本。次に来たのが高台寺。どうやら奥さんが最後まで秀吉さんに一途だったから、それにちなんで恋愛成就がすごく人気らしいです。あ、すごい綺麗、着物みんな着ていいね。インスタ映えか、インスタ映えか、あおじさん一人か、私も一人ですが、いやーいいねこのね風情がある感じ。はあ疲れた、階段あー着いた着いた、やっとだよもうどんだけ登らせんだよ階段。いやーハート型のエマ、私やだな、恋愛成就の神じゃなくてよかった。茶屋、お茶屋さんがありますよ。甘酒って書いてあったぞ、でも甘酒はなアルコール入ってないからな。600円、東福寺より200円も高いじゃん。いいですね日本庭園。いやー600円払って来てよかったあいいね、池、いや真っ赤だなそれにしても、いいね。ね、これなんかさベルマークっぽくない、あれみんな知ってる、これすごいんだよ、一回回すと一回お経を唱えたことになるっていうね。わーい、これで大丈夫だ私もお昼は白水園で食べましたよ。天ぷらエビがなんと2本乗ってたの。次は栄冠堂、3000本のもみじがあって、おー早速綺麗ですね。いやーでも確かに、いや綺麗だなー、見てみんなほらすごい綺麗じゃない。1000円、足元見すぎじゃない。いやでも外からでも結構綺麗だよ、この人たちみんな1000円払わない人たちです。いやー綺麗だ、私の季節さすがですね。どうみんな綺麗？いやー夜になりましたよ皆さん、北の天満宮が空いてるって聞いたので来てみました。あれなんか太鼓の音が聞こえるぞ、これはあれかな、私に向けてるやつ、ノリがいいねこれ、ドンカッ、おお、カッ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 、酒まんじゅうだって。食べたい食べたい、お酒入ってそう、これお酒入ってます、川に酒かすが含まれてます、アルコール入ってないの？おいい匂いだ1個くださーい。大人800円だって、しょうがないな。いやー酒まんじゅうね美味しかったよ、アルコールは入ってないけども、ちゃんと日本酒のねいい匂いがしました。いいねライトアップ、あーされてるされてる、綺麗だ。てかやっぱね夜になるとねカップル多いんだよね、なんかやだなだから嫌なんだよ夜いやーいいねいいね、綺麗だ綺麗だ、あーなんかダメだちょっと荒いな画質が、いやごめんねみんな、北の天満宮の中でここが一番綺麗かも、でもなんかあそこに人がいるとね撮れないんだよね、ちょっとどいてくんないかな。どうでしたか私の初めての Vlog、 皆さんに日本の素敵なところを紹介していこうと思います。まあ、それに加えて普段みんなが行かないようなちょっと面白い居酒屋とか、実はここおすすめなんだよっていう場所とか、私風宮が代わりにね暇な冬春夏の時間をね使って、どうぞお任せあれ、今後の風宮祭りの Vlog にぜひご期待あれ。カカ、動画を見てくれてありがとう、チャンネル登録よろしく。